のことが聞きたいんだ。いろいろあるんだ。ほんとそれじゃ今日はよろしくどうぞ。いつも輝いてる君の色はなんだだけたくさんあったはずなのに今ではもう覚えてないんだ。昨日がずっと重なって未来にやっと届くときさよならと心の中また違う扉に出会うよ。悲しくもなるよ。それでもいい。